はい、どうも、大阪神戸スパーズの神戸スパーズの藤です。大阪スパーズのシュンシュンです。はい、今回はローンウォッチ9の1と9の2をやっていこうと思います。9の1ではトレーシー、CCV、スキップについて触れていきます。9の2ではエオマとパロットについていきます。まず9の1やっていくんですけど、その前にちょっとローンについて報告があります。スターリングとロールズとオールワイミは半年のローンを終えてスパーズに戻ってきました。逆に、はい、オケディナとクラークは、1月からローンに出ました。オケディナは4部のケンブリッジユナイテッド、クラークは2部のストークシティです。という感じで、まあ、最初にそれだけ報告しておきますという感じです。まあ、来週からまたその2人についても触れていくと思いますので。はい。はい。ではまずいきましょう。まずトレーシーですね。トレーシーはブラックプール戦のみに出場で、はい、65分からの出場になっています。最初、左ウィングでスタートやったんですけど、途中から右サイドに移りました。でもこの試合は、まあ、65分からの出場やったんですけど、そんなにボールは回ってこなくて、どちらかというと、守備を頑張ってたっていう感じで戻ってクリアしてって感じでしたので、うん、まあ、あんま見せ場なかった、よかったなって思ったのは、ドリブルで反転して前向いて、ピッチの角まで持っていって、時間稼ぎをしてた。それがかなり効いてたっていう感じだったので、そこが一番良かったポイントで、他は正直そんなに時間稼ぎめっちゃ良かったっすよね。うん、そのなんかボール持っていってちゃんと1枚目がついてる状態でボール来つつ、2枚目が来たら動かして時間稼ぐみたいな感じで、そうですね、かめちゃめちゃうまかった気がするんですよね。それフィジカル強いのでね、結構粘れるんですよね。それがすごい良かったなっていう感じで、ちゃんとチームには貢献できてたかな、役割は果たせてたかなっていう感じでしたね。そうですね、なんか良かったなっていう記憶はありますよね。なんか左寄っても右寄ってもしっかり守備戻ってたし、良かったかなって思いますね、それは。うん、っていう感じですね。ちょっとシュルーズベリーがね、他の試合延期してて、トレーシーが出てないというよりは試合がなかったっていう感じで1試合のみですっていうのがトレーシーの試合でした。で、次が CCV ですね。はい、CCV はオールダム戦に、初先発というかデビューしました。で、フル出場となっています。はい。で、CCV、オールダム戦はですね、センターバック、フォーバックのうちのセンターバックで出場だったんですけど、やっぱりずっと試合出てなかったブランクみたいなものはあるかなと思ってて、ちょっと手探りで、プレイしているなっていう感じはあったんですけど、うん、別に守備は全然悪くなかったですし、むしろ安定していったと思います。で、良かったのはパスですね。結構追い込まれているシーンはあったんですけど、追い込まれながらもパスを前に蹴るんですけど、その蹴るボールがちゃんと味方にほぼ全部渡っていたと思って、で、レンジも長いレンジが多かって、ちゃんと通ってたので、そこは良かったなっていうのもあって、かつ、守備で相手がドリブルで仕掛けてきても、ちゃんとボールを見て簡単に飛び込んで抜かせないで、ちゃんと止めるっていうことをしていたので、うん、まあまあ安定していたかなっていう感じですね。自分の感想としてはまあ 6.0 ぐらいですかね、評価点的にそんな感じの出来だったと思います。うん、僕は結構もっと良かったかなと思ってるんですけど、まあ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 久しぶりの実戦じゃないですか、まあ、スパーズで、プレシーズン出て以来の実戦かな。それからの実戦にしてはかなり良かったかなと思いますね。まあ言ってもらったように、なんか変な位置でボール捉えたんですよね、この時。味方が。なんかすごい、なんかセンターサークルぐらい捉えたんかな。それのカウンターがすごい対処が良くて、リトリートをしながら、下がりながら、本当にいい、絶妙の距離を保ちながらディフェンスしたんで、めっちゃいいな、これは安定してるなって思いましたね。やっぱり経験。ローン何度も出てる経験っていうのがやっぱ出たんかなって思いましたね。うん、そうです。あとオールダムが結構前からプレスかけてたんで、それのちょっとゴールキーパーからのボールの出し口になりつつって感じですかね。うん、まあそんな感じですかね。そうですね。まあこの試合、まあ、安定してたのもあって、今までの試合、すべての試合、ベンチ入りすらしてなかったんですけど、うん、まあ、この試合で評価を上げたのか、次の試合ではリーグ戦、ベンチ入りしてたので、
ちゃんと評価は上げれたのかなっていう感じだったんで、ちゃんと出場できて評価上げたんだ、それで良かったかなっていう感じでしたね。そうですね、やっぱり、うん、チャンスがやっぱり少ないから、それをしっかりものにできてるのはいい点ですよね。そうですね。っていうのが CCV の試合でした。最後がスキップですね。スキップは QPR 戦とバーンズリー戦とコベントリー戦に出場です。QPR 戦はフル出場、バーンズリー戦はフル出場、コベントリー戦は88分からの出場で、唯一今まででスタメン、スタメンの出場でなかった試合となっています。まずじゃあ QPR 戦からいきましょう。QPR 戦はダブルボランチの左側でスタートやったんですけど、この試合すごい自分は良かったと思ってて、攻撃の時はちゃんと前に自分でボール持っていったりとかスペースに走ったりみたいな感じで前に行く意識が高いかったんですけど、それに加えて守備時がすごい良くて、めちゃくちゃパスカットするんですね。インターセプトもできるし、味方と挟んでボールを奪うこともしてたし、味方と挟んでボール取ったのがめっちゃ良かったかなって感じですよね、これ。あ、うまいこと体ぶつけて、何もしてなかったですよね。うん、体ぶつけて相手の選手を送らせて味方ボール取るのをアシストしたんで、あれはめっちゃ良かったなって思いましたね。そうですね、守備に活躍して、しかもちゃんとセンターバックからのボールの出し口になって あげたりだとか、うん、あのセンターバックの間に落ちてサリーダっぽいこともしましたし、本当にこの試合は攻守ともに良かったかなっていう感じなんですけど、まあ、その中でも守備は本当に良かったかなって思っています。守備の成長最近見られていいです。あとこの試合あれですね、最後サイドバックやったのかなって。そうですね、左のサイドバックやってました、ね、うん、まあ、おなじみの感じですね。まあ、あと言いたいのは、あ、縦パス良かったかなって思いましたね、この試合は。なんか、本当に、要求された場所に縦パス出てたかな。最後の方にブランチッチが要求した場所にちゃんと縦パス通してたんで、縦パスの選択も良くなってきたかなと思います。はい。あと最後、あ、最後これは別にまあしょうがないんですけど、さすがに非カウンターで、スピードに乗ったオセイ・サムエルはちょっと止めれなかったなっていうのがありましたね。まあこれ止めれる選手いないんで、スピードを乗ったのはしょうがないかなって感じですかね。はい。っていうのが、まあ、QPR 戦でしたね。はい、次がバーンズリー戦ですね。バーンズリー戦も、スタメンフル出場となっているんですけど、はい、まあ、この試合、ツイッターではスタッツがすごい感じで、なんか自分の見てる感じタイムで盛り上がってたんですけど、正直スタッツほど良くはないというのが正直なところで、スタッツ詐欺かなという感じではあります。別に悪くなかったし、いい試合やったとは思うんですけど、スタッツが示すようなほどの出来ではなかったっていうのが正直なところです。で、まあどんな感じかっていうと、まあこの試合も結構守備頑張ってて、カウンターで、あ、すみません。バイタルエリアのケアをしっかりしていたりだとか、出足はいつも通り速くて、ボールダッシュをしていたりだとか、インターセプトもすごいしてたし、っていう感じで、なんていうかな、もう相手にボールが当たる前にカットするっていうシーンが多かったんで、守備でよく効いていたなっていう感じやったし、しかも競り合いとかでも負けてなかったし、すごい良かったと思うんですけど、なんかスタッツだとね、すごいデュエルも勝ってるしみたいな感じだったんですけど、そうそうそう、そんな感じではない、正直。デュエル8問とかやってて、いや、そんななかったわと思って。そんなにしてないですよね。何をもってデュエルなのか正直よく分かってないですけど、そんなことはないかなっていう感じでしたね。あと言っておきたいのは、非ファールが多くて、結構ファール取ってもらえることが多かったんで、まあ、それは言いよかったかなっていう感じ。そうですね、はい、1個イエローもらったプレーがめっちゃ良かったんですよね。なんか後ろからの浮き球を前方にトラップして、なんかそのままドリブルで持ち運んでファールもらってイエローを出させてもらったか、出させた感じだったんで、あれのプレーはめっちゃ良かったかな。トラップのうまさが光りましたね。前にトラップしてそのままドリブルで持ち運ぶっていう、あれはめっちゃうまかったかなと思いましたね。あとこの試合結構なんか左に行ったり右に行ったり、結構ポジションチェンジしながらやってたかな。
ポジションチェンジしながら前の方にも上がってたイメージでしたかね、この試合は。そうそうそう、なんか中盤のポジションチェンジの時がめっちゃ盛んに行われて、前線めっちゃ顔出してたっていうイメージでしたかね。あんまりでも前線で出しどころ迷っちゃったシーンがあったんで、そこはやっぱ改善の余地があるかなとは思いましたけど、まあでも守備陣はすごい良かったんで、インターセプトはほんまに良かったですね、ここの試合は。本当にって感じです。先のそうスタッツにはちょっと出されず、試合見た方が正直いいかなと。そうですね、なんかめっちゃ楽しみにして見ましたもんね。めっちゃスタッツいいやんと思って、あれそんな試合やったっけと思いました。弱ったと。って感じですね。はい。っていう感じでしたね、バンズイズの。で、最後はコベントリー戦ですね。コベントリー戦は88分からしようとなってまして、まあもう試合終わらしに入ってきた感じで、まあダブルバランチの右側やったんですけど、まあ時間もそんなになかったですし、勝ってるんで、まあ、無難にパス回しはしてたかなっていう感じで、まあ守備ではちゃんとスペース見ようと走ってたっていうことぐらいで、まあ時間もそんなないし、そんな感じかなっていう感じですね。そうですね。特に言うことないですね。パス回し、ちゃんとしてたかなって感じですね。うん、まあボールしなかったし、それで、もうそれでいいかなっていう感じですね。うん。はい。なんで、まあ、スキップはちょっと試合数多かったんで、一応総括をするんですけど、最近本当に守備いいですよね。うん、守備が本当に良くなってますね。インターセプトがすごいできてて、すごい多い。相手のパスの出し先をちゃんと読めているので、しっかりそこで奪えてるし、まあ、さっきも言ったんですけど、味方と挟んでボール奪うみたいな、新しいこともちゃんとできてるし、みたいな感じで、うん、守備での貢献はすごい上がってると思います。それはちゃんと評価してしないとダメだなと思います。まあ、攻撃に関しては、今回に関してそんなに特筆するようなことはなかったかなって感じです。まあ、前への意識はね、ちょっと強くなってると思うんですけど、うん、まあまあ、それで前への意識強くなって、で、そこまでチームにじゃあ貢献できてるかってなったら、そんなこともまだないかなっていう感じだったんですけど、うん、本当に守備は上がっ、守備力が上がってきてるのはすごいことだなっていうのが総括ですかね、この2、3試合。うん、そうですね。はい。というわけで、9の1はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。